でも実際岸田さんって悪くなかったですよね。悪くなかった、ねえ、うん、岸田さんは聞く力があったし、あの実際に聞く力があったのは本当で、その、投資はすごくレフティーな、考え方をしていて、どっちかって分配型のものだったのが、その官邸の中の改革派の人たちの意見をすごく、うん、ちゃんと聞くようになったと、聞いて、でそれでそっちの方に行った方がいいんだというふうになった。でそれで新NISA制度も、あの僕らその時に投信協の理事だったんで、うん、まあ、ずっとこの新NISA のアイデアってずっと出してたんです。ずっと出していて、うん、で出し続けたんだけど全部ゼロ回答だったのが、そのこう岸田さんになって、新しい資本主義になって、その方針が出て、あのじゃあそのマーケット改革の中に何が効くかっていうところが新NISA っていうところになったので、その、まさか通るとは思わなかったものが通ってしまった。あの未上場も入れられる公募投資を出したから販売開始 で、未上場の会社のところだと、あのそれこそまだ上昇してないけれどもリスクテイクしているような会社に大きな資金を入れられると。それがいいのがNISAで入れられるんですよ。 これが入れられるように、うん、あの投資信託協会の規則改正によって、うん、あのこれができるようになった 15% まで 15%。 あでもこれすごくないですか。ってことはめちゃくちゃめちゃくちゃ画期的ですね。いやそうなんですよ。だからこれはだから本当に僕はあの10年越しにこれ金融庁とか経産省と話をしてて、はい、もうずっとこれもゼロ回答だったのが、これも岸田内閣のおかげなんですよ。岸田内閣って実は良かったんですよね、うん、そうです。意外と岸田内閣が新しい資本主義ということを掲げて、でスタートアップを支援すると、スタートアップを支援するときに、ね、レーターステージのところにお金を入れられる仕組みがないから、うんうんうん、でこれがそれ